協定では、駅周辺や学圏高山地区のまちづくりのほか、高齢化の進むニュータウンの再生モデルづくり、生駒山の観光などで連携・協力するとしています。辻社長は、生駒市とともに発展してきたとして連携の強化に意欲を示し、小紫市長も次の50年に向けてまちづくりを推進していきたいと意気込みました。